はい。えー、ついて、プリズムディスプレイスメントですね。はい。これはですね、あの、ちょっとかけてみるとわかるんですが、こんなような感じでですね、プリズム、まあ、そういったものをですね、こう、作っていく。まあ、あの、普通のこう、ディスプレイトメントでやるんじゃなくて、なんかこう、ちょっとプリズムっぽいなっていう感じなんですが、えー、これですね、マットをまず作ってあげます。今、こんな感じで、黒と白っていうのをマットを作ってあげて、えー、これにですね、マットを指定してあげますね。ソースとしてマットを指定してあげて、えー、ここの軌道の明るさですよ、明るさを参考にしてくださいということで設定 します。そうするとこの部分ですねちょうどマットの部分が、まあ、プリズムみたいな形でなると、まあ、非常にあの <laughs> 単純なんですけどもこんな感じになりますね。